アンソニー・レース・ウーザックは、アメリカ合衆国フロリダ州、ブロワード郡・フォートローダーデール出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。現在は、フリーエージェント。愛称は、スワジー。ミネソタツインズ時代2004年の MLB ドラフト2巡目で、ミネソタツインズから指名され、6月21日に契約。 2007年にはマリファナに陽性反応を示して50試合の出場停止処分を受けた。2009年5月23日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビューを果たした。2011年に2シーズンぶりの昇格を果たしてからはロングリリーフや谷間の先発をこなすスイングマンとして起用されている。2012年は先発とリリーフで合計44試合に登板したが、 防御率は5.03と、やや乱調なシーズンとなった。2014年1月17日に、ツインズと93万5000ドルの1年契約に合意した。この年は50試合に登板して3勝2敗、防御率4.60、47奪三振を記録した。オフの11月25日に40人枠を外れ、トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ降格したが、 マイナー契約を拒否したため FA となった。クリーブランド・インディアンス時代2015年1月15日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加した。同年は開幕ロースター入りを果たしたが5月9日に DF となった。5月14日にマイナー契約でトリプル a 級コロンバス・クリッパーズへ配属され、 6月16日に自由契約となった。2015年6月13日に不審により退団したユニエス・キマヤの代役として、韓国プロ野球のトサンベアーズと契約を結んだ。同年は5勝を記録した。オフに退団。2016年2月5日にニューヨーク・ヤンキースとマイナー契約を結んだ。開幕は参加のトリプル A 級。 スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースで迎え、6月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。レギュラーシーズン終了後の10月5日に FA となった。シカゴ・ホワイトソックス時代2017年1月23日にシカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。4月2日にメジャー契約を結んで、 開幕25人枠入りした。迎えたシーズンでは移籍までに41試合にリリーフ登板し、4勝3敗1セーブ、防御率2.23と好成績を上げていた。2017年7月26日にライアイコーデルとのトレードでブルワーズへ移籍した。移籍後も好調を維持し、29試合登板で2勝1敗、1セーブ、防御率2.48を記録した。 シーズン通算では、自己最多となる70試合に投げ、6勝4敗にセーブ、防御率2.33と、自己最高のシーズンとなった。オフの11月2日に、FA となった。2017年12月15日に、ニューヨークメッツと2年1400万ドルで契約を、結んだ2018年は29試合に登板して、0勝2敗4セーブ、防御率6.15。 31奪三振を記録した。2018年12月1日に、エドウィン・ディアス、ロビンソン・カノ、及び、金銭2000万ドルとのトレードで、ジェイブルース、ヘルソン、バティスタ、ジャレット・ケレニック、ジャスティン・ランと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。2019年5月20日に、ジェシー・ビドル、アローディス・ビスカイイノとのトレードで、アトランタ・ブレーブスへ移籍した。 オフの10月31日に FA となった。2020年2月4日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ、5日に正式公示された。7月20日に自由契約となった。投球の軸となるのは89から94マイルパーアーのシンカーで、全投球の半数弱を占める。 その他には90から95マイルパーアワーのフォーシーム、80から85マイルパーアワーのスライダー、79から84マイルパーアワーのカーブ、81から85マイルパーアワーのチェンジアップを投げる。ありがとうございます。